魚津駅、魚津駅は、富山県魚津市釈迦堂一丁目及び、北鬼へ一丁目にある、愛の風と山鉄道、日本貨物鉄道、JR 貨物の駅である。愛の風と山鉄道、魚津駅と富山地方鉄道、新魚津駅の乗り継ぎが可能、地下道で接続され、エレベーターあり。本記事では、東駅西口側にあり、かつては、 同一駅名であった富山地方鉄道本線の新魚津駅についても衝述する。2015年平成27年3月14日の北陸新幹線長野駅金沢駅間の開業による並行在来線の経営分離によって北陸本線の栗原駅から一振り駅間が愛の風と山鉄道へ移管されることに伴い、当駅も合わせて移管された。 駅構内には、愛の風富山鉄道線と、私鉄本線を結ぶ渡り線が設置されている。JR 西日本富山地域鉄道部管理の直営駅で緑の窓口が設置されていた。特急列車、急行列車の大半が停車した。また、大阪方面への特急、サンダーバードが一往復のみ乗り入れていた。かつては、富山地方鉄道、私鉄大津駅、現、 新ウオ駅と JR ウオ駅が古泉橋でつながっていたが、北側の地鉄側に地下道を作り、両駅は切り離された。単式ホーム一面一線、島式ホーム一面二線を合わせ、計二面三線を有する地上駅である。単式の一番乗り場側に駅舎があり、島式の2.3番乗り場へは、古泉橋で連絡している。駅舎は、鉄筋コンクリート作り平屋建てで、 1954年、昭和29年4月に竣工した。駅構内には、自動券売機、緑の窓口、コインロッカー、多目的便所があり、Wi-Fi の使用も可能である。また、駅舎の北側には、マスノス市の源が運営する売店、ウオゲン、商店、2015年、平成27年5月3日、開店、南側には、ゼック経営コンサルタントが運営する。 特産品版、休憩施設、ミラマルシェ、2016年、平成28年3月30日開店及び、ウオ駅前のうまい水という水飲み場がある。2017年、平成29年3月の、新旅客案内システム導入に伴い、ジャンと濃いウオズ祭り最終日の競り込み長六、貝流しで歌い踊られる民謡。 セリコミ長録をアレンジした魚オ目メが到着メロディとして使用開始された。なお、当駅でのメロディの導入にあたり、魚オズによってセリコミ長録のアレンジという条件で一般公募がなされ、東京都在住の男性がアレンジしたものが採用された。愛の風と山鉄道魚津駅、または富山地方鉄道新魚津駅から片道 100km 以上の遠距離旅行。 鉄道利用は、片道でもをする場合、当駅から徒歩約5分のウオズシエ津ウオズ駅、南駐車場を24時間100円で用できるサービスがある。通常は24時間310円。ウオズオフレイルステーション、略称、ウオズオースは、JR 貨物の駅の通称で、ウオズシ北鬼へ1丁目、旅客駅とは別の場所に位置する。一面一線のコンテナホーム、 ヤードを有している。2014年、平成26年3月時点では、貨物列車の代替として、富山貨物駅との間に、トラック便が1日1.5往復、当駅発が2本設定されている。JR 貨物大津駅は、1996年、平成8年3月16日より、貨物列車の発着がない自動車代行駅になり、その後に2006年、 平成18年の貨物駅の名称整理の際に、オフレールステーションの名称を使用するになった。当駅では、12フィートコンテナに限るコンテナ貨物のみを取り扱っている。貨物列車が発着していた頃は、日本カーバイド工業魚津工場へ至る、専用線が1994年、平成6年まで、富山地方鉄魚津駅側から分岐していた。 日本貨物鉄道は2015年、平成27年7月に、採算上の理由によって、当駅を含む10カ所のオフレイルステーションを廃止する方針を示したが、これに対し富山県や魚津市等の自治体は、同年12月に、日本語の鉄道や国土交通省に対しその存続を要望した。石隆一富山県知事は2016年、平成28年の、 富山県議会特別予算委員会において、関係市町村等と連携の上、その存続に向け支援を行う旨を表明している。1951年、昭和26年12月15日付、鉄道広報第732号通報、専用線一覧について、営業局別表によると、当駅接続の専用線は次の通りであった。1953年、 昭和28年10月10日付、鉄道広報第1254号通報専用線、一覧別表掲載中、当駅接続の専用線は次の通りであった。1967年、昭和42年7月1日現在における、当駅接続の専用線は、以下の通りであった。1970年、昭和45年10月1日現在における、 当駅接続の専用線は以下の通りであった。1983年昭和58年4月1日現在における当駅接続の専用線は以下の通りであった。島式ホーム1面2線を有する地上駅である。2016年平成28年9月9日現在7時から20時まで駅員が配置されている。駅の東西地区は 地下道によって結ばれており、新ウ津駅入り口は地下道の途中にある。新ウ津駅の駅前は西口にあたる。駅構内には自動券売機及び便所がある。1929年、昭和4年4月から1994年、平成6年まで使用されていた日本カーバイド工業、使用開始当初は国産肥料会社の引き込み船。 ウオ駅開業から1914年、対象3年春まで使用されてい貨物支線、浜線の跡地を利用していたは、山側の国鉄から東線をまたいで、海側の工場へ伸びていた。両ホームとも上下両方向の出発に対応している。近年の1日平均乗降人員、乗車人員は以下の通りである。昭和30年代までの駅前、地区は、 駅正面以外は周囲に水田が広がり、約30個の県業農家がある集落に過ぎなかった。現在の魚津駅前の街路は、1963年、昭和38年4月から1970年、昭和45年3月にかけて、区画整理されたものである。この間に、市役所や農協会館などの建物が、駅前に立ち並ぶようになる。一方、駅西については、 1981年、昭和56年度から区画整理され、1995年、平成7年11月21日に完了した。愛の風と山鉄道を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。